もっと見栄えが良くなるし印象が良くなる。垂直水平をまあしっかり出す、光が当たる時間帯をまず気をつけていただきたい、はいはい、なんかプールのように見えたりすることがね、はい、よくある、はい、今日は本当私自身もとてもね勉強になりました。皆さんこんにちは、エクスプランニングの古橋と申します。この番組では毎年開催されていますリクシュルエクステリアコンテストに応募される写真のクオリティをより良くしていただくために、今回はゲストとして写真家の澤崎さんをお迎えして、プロの目線で良い写真の撮り方について解説をしていただきたいと思っています。また本日はリクシュルの東京エクステリアショールームにお邪魔していますので、実際に展示物を撮影していただきながらそのテクニックをですね詳しく教えていただければと思っております。それではまず今回アドバイスをいただきます澤崎さんの方に自己紹介をお願いしたいと思います。建築インテリアなどを主に撮ってます、写真家の澤崎と申します。どうぞよろしくお願いします。それでは早速澤崎さんにですね基本的な写真の撮り方についてお伺いしていきたいと思いますが、私は長くエクステリアコンテストの審査員をやっているんですけれども、作品自体のクオリティは高くてよくできているんですけれども、写真の撮り方が残念だったなっていうのが毎年多くありまして、もうちょっとこういう工夫をしていただけるともっと見栄えが良くなるし印象が良くなるんじゃないかとか、例えば花作が刀匠になったり銀賞になるんじゃないかっていうものがやっぱ多いんですよね。なるほど、はい、まあ、最近はいろいろスマートフォンも良くなっていますし、プロの方だったらこういう撮り方をするよっていうことを解説していただけるとありがたいなというふうに思っております、はい、じゃあせっかくショールームですから、はい、実際のモデルのところへ行きまして、はい、いろいろなテクニックをお聞きしてもよろしいですか。はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ澤崎さん、まずはこちらのような門構えですね。はい、こういうのって最近エクステリアでもよくやるんですけど、門の扉と両サイドの大きな壁、あと最近はこういうフレーム状のものや屋根をつけてこの空間を演出するっていうケースが非常に多くなってるんですけど、こういうところのシーンを撮る時の注意点っていうのがありましたら教えていただけますでしょうか。はい、まず垂直水平をまあしっかり出すっていうのが基本です。なので撮る時にですね、まずですね、設定でですね、このグリッドというものを出していただいて、それで撮るという感じですね、はい、でまず、そうですね、基本はですね、中央線を、しっかり合わせていただくと、あと左右も合わせていただくというのがまず基本です。中央というのは縦の中央線ですね。そうですね、正面からの場合は最初にまず中央線合わせていただいて、はい、であと左右の歪みを直すって感じですね、はい、でよくですねこう入らなかったりするとこう下に向けたりとかこう上に向けちゃうことがあるんですけど、はい、まあ、そうすると、どうしても歪みが出ますんで、カメラをこう振るんじゃなくてご自身がこう、まあ、下がったり、はいはい、上がったりしていただくというのがポイントですね、はいはい、であとはまあ正面だけではなくできましたらですね、じゃあこっちから行きましょうか、はい、こう、左から撮ってみるですね、はい、であとはまあ右から撮ってみる、カメラを回転させるのではなくて、はい、上下や水平に動かしてるんですね。そうですね、だから、そうですね、横もこう、はい、右左に振るんではなくて、はい、自分がこう移動すると、はいはい、カメラを動かすんじゃなくてあくまで自分が動くというのがまあポイントですね。はい、はい、ありがとうございます。やっぱりこう水平とか垂直にこう動かすという感覚が普段なかなかないので、ついこう回してしまうのですごく参考になりました。あと我々よくこういうのをですね、ちょっと斜め方向からちょっと煽った感じで写真を撮ると、まあ、ちょっと迫力があるように見えたりするので、よく撮られる方いらっしゃるんですけど、その時の注意点を教えていただけますでしょうか。そうですね、はい、先ほどの正面からもそうなんですが、はい、まず横から見た場合も、中央がグリッドラインに合わせてまっすぐに真ん中に合わせていただく、はい、ということですね、はい、で端っこで合わせてしまうとどうしても、はい、どちらかずれることになるので、はいはい、あくまで真ん中に合わせていただいて、それで振りを、はい、こうやるという感じですかね、はいはいはい、斜めから撮るメリットって言ったらやっぱりどんな効果があるんでしょうか。
まずは奥行きが出ますね、はい、正面からだとどうしても奥行きが出づらいので、はいはい、奥行きが出る、あとはまあ側面がまあもちろんよくわかるという感じですね、はい、なるほど、ありがとうございました。ではまずこの基本の木って言いますか、これだけはもう守っておくといいよっていうことを一つ挙げるとしたら何になるんでしょうか。はい、垂直水平をちゃんと出すということですね、はい、特に正面からの時はそれを出してください、はい、でただそれを何もなしでやるというのは難しいので、さっきお話ししましたグリッドを出してそれに合わせてまっすぐにしましょう、はい、垂直水平をきちっと出すということですね。はい、はい、わかりました、ありがとうございます。それでは続いて写真の明暗コントラストについてお聞きしたいんですけれども、例えば昼間の写真を撮った時に天気が良すぎてしまって明るいところと影になるところの差がつきすぎてしまって写真の見栄えがちょっと悪くなってしまったりっていうことがあると思うんですけど、はいはい、こういうのはどういうところに気をつけたらいいんでしょうか。やはり光が一番当たっている時が綺麗っていうのはあると思うんですね。でそれがすごく条件が良ければ全体に光が当たってればいいんですけど、どうしても、影が出ちゃうこと多いと思うんですが、はい、そういった時は、まあ、ちょっと太陽光はね、はい、変えようがないの で、 そうです、ね、光が当たる時間帯はい、まず気をつけていただきたいですね、はい、例えばですね日没前とか、はい、日が出てすぐの、はい、まだ太陽が昇りきれない時間ですね、はい、そうすると全体的に柔らかい光になるんで、うん、そんなに影も気にならなく映ります。あともう一つは天候ですね、はい、あんまりドビー感だとちょっと光が強すぎるので、はい、適度に柔らかい光になるっていうのは、うん、まあ、いわゆる花曇りっていうやつなんですけど、うんうんうん、花曇りの時だとやはりさっきお話した時間帯と同じような、うんうん、感じで柔らかい光になるので綺麗に映りますね。なるほどですね、はいはい、あとはよくあると思うんですけど撮るものがですね、うん、北側にあると、はい、どうしても太陽が南から来るんで、はい、まあ、逆になっちゃうということがあると思うんですけど、それもよくありますね、はい、でそれもやっぱりちょっと気をつけていただいて、はい、日が入る前さっきお話した時間帯で撮ると、うん、そういうのも防げる、はいかなと思います。なるほどですね、はいはい、あともう一つですね、これはやはりプロの方でも難しいとよく言われると思うんですけど夜のシーンですよね、はいはい、よくあるのが、はい、もう真っ暗になってしまって、はい、照明器具しか写ってないような写真っていうのがあって、はいはい、いつも残念に思うんですよね、はい、やっぱりこう建物のシルエットっていうか、まあ、外壁がどんなテクスチャーかもわからないで、はい、照明器具だけの写真みたいなのが出てしまうんですが、はいはいはい、やはりこういうの難しいんでしょうか。難しいですね、うん、プロでも難しいです、はいはい、プロも、まあ、その辺は当然難しいのは分かってますので、はいはい、これもやっぱり時間帯ですね、はい、皆さん多分撮るときに照明が分かるようにと思って、照明がより際立っている周りが暗くなってから撮れるので、はいはい、まあ、そういう結果になると思うんですけど、そう、ね、はい、そうではなくてですね、うん、まだちょっと日が残っている状態、うん、さっきお話したのは日没前でしたけど、はい、今度これ日没後ですね、はいはい、まあ、よくマジックアワーとかって言われる時間帯で、はい、すごく夕景綺麗に撮れる時間帯なんですけど、はいはいはい、その時だとそんなに暗くならないので、はい、うんうん、照明がついてもそんなに周り落ちないという感じで撮れます、はい、今の照明は微細とかよく皆さん使われるんですけれども、はいはい、センサーがついていて、はいはい、暗くなると自動的につくんで、はい、皆さんつくのをじっと待ってらっしゃるんですよねそうするともうセンサーが作動している時点でもう暗いっていうことですよね、うんうん、そうですね、はいはい、あれはあれですよね、センサーのところ何かガムテープみたいの貼って、ね、強制発光させちゃえば、はい、明るくてもつくんですよね。そうですね、我々もよくそうやって撮ってます、はいはいはい、なかなかそれ調整しないと難しいので。そうですよね、はいはい、じゃあそのつくのを待つんじゃなくて、はい、早めにつけてしまってっていうことですね。そうですね、ちょっとさっきもお話しましたけど、うん、もうマジックアワーって言われるぐらいで、はい、もうとても綺麗な時間なんですけど、はい、一瞬なんですよね。そうです、一瞬なんで、はい、我々もいっぱい撮るんですね、時間を変えて、はい、なのでぜひ、はい、時間を変えて、はい、日没後から何枚も、はい、撮ってで、はいはい、その中でぜひ綺麗なものを選んでいただきたい、まあ、こういう明暗をやっぱ綺麗に撮るポイントとして、はい、まあ、一つこう皆さんに覚えておいていただくっていうキーワードとしてはどういうことになりますかね、はい、まあ、そうですね、さっきお話した時間帯ということになるんですけど、はい、要するに明るすぎない、はい、暗すぎない、はい、まあ、その時の状態で撮ると、はい、まあ、綺麗に撮れます。なるほど、という感じですね、はいはい、その辺をやっていただくと綺麗な写真が撮れるということですね、はい、そうです、はい、はい、
では続いてなんですけれども、これはもう写真のテクニック以前の話になってしまうと思うんですけど、よく皆さんこう前景を撮ろうと思ってこう引きの写真を撮ったりすると、エクステリアのその向こうにやっぱ建物があるわけなんですが、そこに洗濯物が干しっぱなしだったりとかしてですね撮ってる時は気づかなかったのかもしれないですけど、やはりこう全体を見るとなんかその洗濯物ばかりが目立ってしまってですね、もったいないなんて写真があるんで、それはまあもちろん事前に取りに行くからちょっと洗濯物その日だけ内干ししてくださいっていうようなことで言えば、まあ回避はできると思うんですよね。ただあともう一つですね、多いのが床に石とかを使ったりとか、まあタイルも使った時にですね、その色をきれいに出そうと思って撮影直前に皆さん水をまかれたんだなっていう写真が結構多いんですよね。でそうするとこう写真を見ると床がなんかこう水のように見える、当たり前なんですけど反射してしまってですね、逆にちょっともったいないなっていうのが多いんですけど、そういうなんか現場で実際水をまいたりすることってあるんですか？そうですね、やっぱり あるんですけど、必ずそんなに映らないように、まあ、拭いたりとか、あとはちょっと乾くまで待つということはまずします、特にあの石なんかを使うとドライな状態だと白っぽくなってしまって、色ムラが分からなかったりするから、皆さんが巻くんですけどね、ちょっと巻きすぎちゃった方がやっぱ多くてですね、なんかプールのように見えたりすることがね、よくあるんですよね、やっぱ基本は表面のテカリを抑える、反射を抑えて撮ると、そうですね、そういうところは気をつけていかなくちゃいけないということですね。そうですね、巻きすぎるのは良くないということ、そうですね、あの皆さんこの自分たちが施工したものに集中して写真を撮るので、その床がどうテカっているかとか、まあ、その向こうに映っちゃいけないものが映っているということを意外と分からずに撮ってしまう方が多いので、そうですね、私が撮る時も、チェックするんですけど、時々鏡とか、ガラスとかに、自分が参加しちゃってるっていうことがあるんですね。見るとき暗くて分からないんですよ、なので、そういうのもちゃんと気をつけて見ていただくといいかなと思います。なるほどですね、いろいろお話を聞いていたら時間もだんだん経ってきて、ちょっと夕方になりがけてきたんですけれども、実際現場でもこう撮ってるうちに暗くなってきてしまうこととかよくあると思うんですが、こういう時の明るさ調整っていうのはその後でやるんじゃなくて、撮影している時にもできるんでしょうか？もちろんあのスマホでも簡単にできますので、ぜひ活用していただきたいと思います、じゃあその辺ちょっと教えてください、お願いします。画面をタップすると、こういう四角いマークが出てくると思いますので、その右側にですね、こうバーが出てきますので、これで上下に動かすと、調整できますね。で、今ちょっと暗くなってきましたのでちょっと明るくしてみますと、こんな感じで、逆にもうちょっと照明を生かしたいという感じであればもう少し暗くしてやるというのも手段ですね。あとですね、このタップしたところにピントが合うんですが、このタップした場所によっても明るさがちょっと変わってきますので、それで調整するということも可能です。意外と簡単にできるんですね。簡単です、できれば1枚だけじゃなくていろんなので残しておくっていうのはいいんでしょうかね、いろんな条件で。そうですね、印象変わってきますんで、明るい状態とか暗い状態っていうのを残しておいた方がいいかなと思います。だから見たまま映ってればいいんですけど、なかなかそうはいかないと思うので、調整してやって、イメージに合わせるのがいいかなと思います。なるほど。それでは今日のポイントをまとめていきたいと思います。まず一つ目は水平ライン、垂直ラインを意識して写真を撮ること、これにはグリッドという機能を使うと分かりやすいですよというようなお話でしたね。そして二つ目は明暗ということでした。昼間明るすぎても良くないし、また夜も暗すぎても良くないということがありますので、撮影する時の時間をしっかりと意識しましょうということだったと思います。さらに3つ目は、撮影前に現場をよくチェックすることですね。映ってはいけないものはないのかというようなチェック、それと、撮影後にですねもう一度チェックすること、特にですね画面が小さいのでちょっとこう拡大してですね、粗探しではないんですけども、ちゃんと撮れてるかどうかというのをね、現場で確認をするということが大事だということが分かりました。そして4つ目は、撮影時でも明るさの調整ができるんですよということでしたね。例えばちょっと暗い写真になってしまった時には画面をタップして、スライダーで調整して明るくすることができるし、
逆に照明効果を演出しようと思ったら少し暗くして照明を強調するっていうこともできたかなというふうに思います。そんなところが今回のポイントでしたね。そうですね、はい、あとはですねいろいろお話ししてきたんですが決まりが撮った写真はないのでいろんな感じで撮っていただければなと思います。最初に水平垂直っていうお話をしたんですけど今度は逆にですねこう煽るというかこう下から見上げる感じでグリーンと青空を入れるそういうな写真もいいと思いますし左右のお話しましたけどこの上からこの見下ろすとか横だけで撮ることが多いと思うんですけどこの逆に縦に撮ってみるそうするとこの上まで入ってきますので空が入ってきたりとか上のテクスチャーが分かったりとかそういうことができますのでやってみてほしいなと思います。あとはあんまりこれ応募がないみたいなんですけど中から外エクセレラ見た感じ、ね、室内からですね、そうですね、はい、そういう写真もあるといいかなと。そうですね、はい、で普段住まわれている方はやっぱり中からこう外を見ることが多いと思うので、はい、住まわれている方の目線に合わせたカットもあるといいかなと思います。今日は貴重なお話をありがとうございました。ありがとうございます。普段プロの方からですねなかなかこういう写真を撮る時のコツとか注意点を聞くことってなかなかないので今日は本当私自身もとてもね勉強になりましたし見ていただいている方も参考になったんじゃないかなというふうにね思いました。でこういう話をしていると本当楽しくてあっという間に過ぎてしまいますよね。そうですね、はい、私もあんまりこの審査員ってやったことがないので、はい、いろんな応募の作品を見せていただいたんですけど、はいはい、すごく参考になりました、はい、これからもっと写真が上手くなるんじゃないかなと思ってます、はい、この番組を、ね、皆さんが見ていただいて、はい、この写真の撮り方が本当にレベルアップしていくことでね、はいはい、受賞のチャンスももっと上がってくると思いますし、はいはい、ただまた我々が選ぶときにねまた皆さんが写真が上手になられると、うん、選ぶときまた迷いが増えるなというのはちょっとありますけど、うん、ただまあいい写真が集まるのはねすごい楽しみですね、はい、そうですね、はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。